日本代表は9日、試合会場の電カビックスワンスタジアムで公式練習を行い、10日のジャマイカ戦に向けて最終調整した。以下、公式練習後の選手コメント、フォワード、小林優、川崎 F、自分の良さを出すことが一番チームのためになると思う、自分の動き出しの部分は出せているし、パスが来なかったら、その都度出しての選手には伝えているので。 徐々に自分の良さも出せるようになってきたのかなと思うやりづらさは感じていない高校の同級生の太田と同時選出されたがやっぱりすごい感慨深いというかすごい嬉しかったし代表で一緒にボールを蹴ったときに高校以来だったので久しぶりの感じがすごくして懐かしいなというかすごく懐かしくて嬉しかった。 2人で代表に選ばれるということを実現できたのは嬉しいけど、これからが勝負だし、代表に残っていくことが一番の目標なので、そこはしっかりアピールして、2人でこれからどんどん試合に絡んでいけたらいいかなと思う、相手を外す動きだったり、動き出しの部分でチャンスにどんどん絡んでいくところは出していきたい。ミッドフィルダー、香川真司、ドルトムント、このチームで初めてやる試合だし。 また4年後に向けてチームを構築していくためにスタートしないといけないその意識を持ってやりたい今日の練習ではどんなことを確認した非公開なので何とも言えない明日しっかりいいプレーができるようにしたい試合をやってみないと何とも言えない明日の試合でどれだけできるかが一つの物差しになると思う監督からはどんな役割を期待されている個人的に何か言われたわけではないけど 攻撃のところでどうやって点を取るのかは常に課題チャンスを多く作り出せるようにどう工夫してやるかインサイドハーフではゴールよりチャンスメイクを意識する僕は両方を求めたい普段と違うポジションをやることでプレーの幅が広がることはクラブと違って代表は常に集まれる場じゃないしそういう難しさはあるけどそのポジションでどこまでできるかが。 自分のクオリティを示すチャンスでもある。自分の良さを出していきたい。ミッドフィルダー、森重正人、F 東京。監督が森重選手を最終ラインで使うと明言したが、どんなことを意識するコンビを組むセンターバックに、あまりいろんなことを要求してもうまくいかないと思うし、まずは自分の持ち味を出しつつ、その中でうまくチームとしてまとまっていければ、自分がやるべきことは変わらない。 センターバックとしてしっかりやれればいいかなと思う433のシステムで気をつけることは中盤が3枚なのである程度相手に持たれる時間があってもいいと思うしっかりブロックを作ることができればそこから奪ってカウンターというのもあるもちろんできるだけ高い位置でできた方が得点につながると思う日本代表に初招集されたのが新潟だったがそのことは忘れていたけど 毎回毎回の招集が試練だし毎回毎回代表の試合が試練だと思っているミッドフィルダー細貝はじめヘルタベルリンアンカーで出場するときは香川をどう生かす数多くボールに触ってリズムを作る選手彼ができるだけ高い位置でプレーできたらいいかなと思う自分がチームでやっているプレーをしっかり出すことが彼らをサポートすることにもなると思う ボールを奪うところを意識してやりたいディフェンダー長友佑都インテル前回やった戦術や戦い方にプラスアルファでいろいろな戦術をやれた短い期間だけど守備の確認もできたしどこでボールを取るというか状況によっては引く場面もあるし状況によっては前から取りに行くそういう確認はできたけど試合になったら相手のシステム 相手の動きを含めて全て変わってくると思うのでそこは臨機応変にピッチにいる選手が主導権を持ってやらないといけないザッケローニ監督時代と比べて攻守の比重は変わる攻撃守備の比重は変わらないザッケローニ監督の時も右サイドが上がれば左サイドはバランスを取れ左サイドにボールがある時は守備のことを気にせず前に出ていけと言われていた。 アギーレ監督も左サイドにボールがあるときはバランスを取れとは言わないし、上がれるときには行ってくれと言われる。後ろに下がっているだけで、守備をするだけなら僕じゃなくて良い選手がたくさんいる。前へ行ける。帰ってきて守備もできるのが自分の特徴だと思っているので、出て行けるときはどんどん出て行きたい。ディフェンダー、大田康介、F 東京。最初、 小林優が4月に代表合宿に呼ばれた時に刺激になったし、ちょっとした嫉妬もあった。でもずっと優の活躍を刺激に頑張ってこれて、同じタイミングで代表に呼ばれたのはやっぱりなんか縁があるなと思う。ただ、選ばれただけでなく、一緒にピッチに立てたらなと思うし、どっちが出ても活躍できたらお互いに嬉しいと思うので、欲を言えば2人で出たい。 本当に小学生の時から一緒だから、やっとというか、小林の結婚式で、日本代表のユニフォームを一緒に着よう、というメッセージカードをもらって2年弱、やっとという感じです。選ばれた次の日に一緒にご飯に行って、ここからでしょ、という話をした。J リーグでも結果をお互いに残して、自信がある中での選出なので、自分の中でもタイミングがすごく良いと思うし、 コンディション的にも良いのでこれで2人で出て活躍できたら先生大喜びじゃないかなととりあえず僕は攻撃の選手ではないので守備のやり方というかチーム戦術をしっかり守りながらチャンスがあれば前に出ていきたいと思うけど前に前にという気持ちを出しすぎずに冷静にやれればいいなと思うゴールキーパー川島英二スタンダールリエージュ この2試合を自分たち自身も有意義にしないといけないし、結果にこだわりながら自分たちがより良いサッカーを、より進化したサッカーを見せていかないといけない、4年間、前の監督とやっていて、そこはそこで自分たち自身、積み重ねた部分があるし、さらに自分たちが上に行くために、今の監督のもとで自分たち自身が新しいことにどれだけチャレンジしていけるかだと思う。 前回の試合ではミスもあったがこないだ起こったことは起こったことで認めないと先に進めないでも自分がミスをしてすべてが終わったわけではない今までもこれからも自分の気持ちは変わらない自分自身またこうして呼んでもらっているしその限りはチャンスがある試合に出ても出なくても日本代表にかける気持ちは変わらない過ぎたことは過ぎたこととして。 練習からの一つ一つの積み重ねがピッチに立つことにつながると思う自分はそれを続けるだけゴールキーパー西川周作浦和ジャマイカの印象は身体能力は間違いなく高いと思うので相手の攻撃面ではクロスに対してフリーでやらせないとか球際に強くいくというのをやっていかないとセカンドボールも拾えないと思う ジャマイカはリスクマネジメントの面ではおろそかになりがちなのでキーパーからでもチャンスがあれば狙っていきたいどういうところに気をつける ?J リーグではなかなか経験できないようなシュートの威力タイミング体の強さはあると思うけど自分が常にいい準備をしておけば目の前で起きることはそう驚くことでもないと思うボールがない時にいかに集中力を高めるかがポイントになってくる。 明日は勝利という形で試合後にみんなで喜べればベストだと思う。ザックジャパンの時もなかなか出られなかったが、ワールドカップはワールドカップで自分の中で終わっているので、振り返るというよりは、先に進んでいかないといけない、チャンスをもらえた時にいつも通りのプレーを心がけたいし、特別何かをしようというのはない、自信を持って楽しみたい。チャンスが来そうな時はどういう準備をする 準備は常にしているし常に練習で動けているし頭の整理としては常に冷静でいようと思っている慌てることなく落ち着いたプレーができればそしてチームに貢献できればと思う出場すればザンビア戦以外になるがサッカー面の努力はしなければいけないけどそれ以外のところでもコツコツと努力しないと報われないと思ったのでザンビア戦は一生忘れない試合になると思うし あの試合があったからこそ J リーグで結果を残し続けているというのもあるあの経験を無駄にしないように新たなスタートをいい形で切りたい